9月14日土曜日、灼熱の反応よりお送りいたします。一番手は上竹です。よろしくお願いします。
ですね、今日の出演者の、皆さんは、私以外はですね、ほぼほぼ1年ぶりの方、初登場の方で、またほぼほぼ1年ぶりの方っていう感じなんで、今日は私が一番最初にですね、泥をかぶって、配信ライブのナンタルチアというのをですね、
お見せするぐらいの意気込みで始まったんですけども、意気込みは空回りのまま、中盤戦を迎えてます、でですね、今日はちょっと特殊な感じで二部構成ってことじゃないんですけども、一番最後に一山持ってきてますんで、そこまで集中が続けばというところなんですが、で、最後に一曲やるときのために、ですね、この間コンタクトレンズを買い替えたんですけども、で、コンタクト屋にこう名刺がくっついててそこで検査してみたいな感じで、なんですが、ちょっと遠くの方を胴を落として手前の方をこう見やすくする方向でっていう、どうでしょうかって言われて、それがいいですねつって、じゃあって検査して検査終わって、ちょっと遠くを1段落としてますんで、その分手前が見やすくなってます。これはいわゆる老眼によるもので、もっと言わなくて分かってんだよって。そんな怒りをギターにぶつけてみたいなと。
楽園へようこそ、楽園へようこそ、ようこそ楽園へ、楽園へようこそ、楽園へようこそ、ようこそ楽園へ、楽園へようこそ。ですね、頭きたっていうのはね、なんかしょっちゅう怒ってる人見てて嫌なんですけど、この間これじゃない別の持ってるギターがこう結構弾くとビビるような音がしてきたんで、楽器屋さんに持ってったんですよね。でそれでこの辺がちょっとビビるんだけどって言って、ただなんか結構その向こうの店員さんが弾いてみて、そんなでもないですよみたいな話をして、でもっと、直す担当の偉い人が出てきて、弾き方が悪いと言われました他の人はもっとそんな力いっぱい弾かないと、実演までして弾かせてくれたんで、その辺を胸に刻んで、第一部最後の曲としたいと思います。
戻れない。風は刺すように冷たく残さない何も終わらない、終わらない。確かに時は流れた、眠れない夜の数だけ君が遠ざかる。ゲストって扱いですでよろしいですか。いや、そこまでのもんじゃないです。そうですか、はい、あの1年ぶりぐらいですよね。あ、そうです ね1年ぶりですかね。ありがたいですね。ありがとうございます。いやいや、そうです、させていただくと、あの年に1回ぐらいしか会わないんでね。そうでしたっけ。じゃないですか。あ、でもそうだですよね、うん、うん、そうだ、そういう方がいい関係が保つ感じが。そういう、そういうのもあります、ね、ありますね、ありますね。ですね、私はこれ、このこれからやる曲なんですけども、はい、2週間ぐらい前ですよね。じゃあなんですか、もっと前かな、このお題が来たのは。あ、そうですね、2週間、でも10日ぐらい前ですかね。10日ぐらい前、10日前まで知らなかった曲をこうやってこれから全世界に発信しよう。あ、全世界、ずうずうしい感じのですね。いやいや、そんなことないですよ。上竹さんにはやっぱこれを歌っていただきたいなというふうに。ジェフリー・フォード、ジェフリー・ホスケット、ホスケットさんのね、カバーご存知ないかと思いますけど、私あの人生でね、うん、あの3回ぐらい、うん、あ、もう1回見たいなっていうコンサートがあったんです。あのブライアン・ウィルソン、ビーチボーイズの、うん、リーダーだったんです。そうですね、の人のコンサートを見に行って、その時にあのバンマスみたいな感じで。あ、そうですね、あのブライアン・ウィルソンのファルセットを再現する人としてもいらっしゃいましたよね。ギターでね、去年、一昨年ぐらい亡くなったんですか。あ、去年じゃなかったっけ。去年ですか、うん、去年11月頃じゃなかったかな。私はあのどっちかというとですね、その人格好がいいんですよね。あ、いいですね、いいですね、うん、あの太ってて声の高い人ってあんま好きじゃないんですよ。あの、え、そうなの、うん、あの近親相応みたいな感じでいや、いいじゃないですか。ですけど、まあ、すごいその、いいコンサートだったのの、うん、余韻を皆さんにも伝わる。あ、再現しようだと思うんですけど、すごい、ただ、いわゆる扱いとしてはボーナストラック的な。あ、そうですね。ただこの演奏で多分ボーナスかボーナスじゃなくなると思いますんでやってみますか。山下徹のカバーしてますよ。あ、そうなんですか。そうです、あ、はあはあ、アルチランだったかな。
アルバム、あ、もっと前のやつか、カバーしてますね。私、あの1枚もまともに聞いたことないです、山下達郎。え、そうなの、うん、アメリカン。あ、何でアメリカンなんですか。いや、わかんないです。こんな感じでずっと話してるね。もう紹介しちゃいますもんね。じゃあ行きますか。カウントしておきますか。はい。ワン、ツー、スリー、フォThe time has gotten right. Each time we can step in longer, my love I got living stronger. Feel like I'm sitting dynamite. This could be the night I've waitedWe'll be right back.
雲の上を飛んでく船、君の家まではあと何マイル、浮かぶ雲はふわふわした、お菓子のかけら、山の小です。今の曲は小さな飛行船という私が、すごく昔に作った歌です。はい、明石は今日は、私秋がウクレレ、さえがアコーディオンでお送りします。はい、あ、後ろにモモンガとカメが、はい、応援出演。普段はオリジナル、私の作ったオリジナルの曲をやることが多いんですが、今回はチャレンジ曲ということでカバー曲を何曲か やろうと思っています。次の曲は、白子屋の娘という平沢進さんの曲です。頑張ります。
説明も何もなかった。説明 アニメ映画パプリカという、アニメの映画の主題歌。先月アキさんがアカシェとかにやって出演したイベントで歌っていて、あ、かっこいいと思って やりたい今からみたいな感じで無理してやらせてもらったんですけど、ちょっと楽しかったです。次は、時空の丘という曲、これはアキさんが作った詩も曲もアキさんが作ったアキさんのオリジナルの曲です。アキワールドな感じの歌詞の私のイメージでは曲です。はい、はい、いきます。ほら、まあ、はい、1,2,3,4。
太陽と月が一つに重なって見えたのか、夜露が虹色に光り、流れる雲が加速する、ザバダックというグループの昔の曲で「アラウンド・ザ・シークレット」という曲をに挑戦してみようと思っています。かっこよく本当は弾きたい。弾きたい。弾きたい。心の叫び。心の叫び。はい。マキさんと仲良くなったのは多分ザバダックのおかげなので、一緒に弾ける日が来るとは、ね、はい、そうです。感慨深くなって、昔のザバダックですね、はい、結成した頃に、割と最初の頃に友達がリクエストしてくれたんだけれども、私たちは当時難しくて歯が立たなかった。今日は頑張れそうな気がする。頑張りましょう。はい。
また秋さんの作った曲で共感魔術という曲を弾きます。大抵の曲は秋さんが曲も歌詞も作るんですけど、この曲は歌詞どうしようって言った時にちょっと新しい試みでリレーで作ってみるっていうことで、一フレーズずつ考えてメールでこう送り合いながら、そうなっちゃうの、次どうしたらいいのみたいな感じで お互いに困りながら作り、最後にアキさんがちょっと調整をして、ちょっと調整以外は本当にリレーで作ったよね、はい、ちょっとそんな風に最初にどんな風になるのかがだから全く分かってないで、こんなになっちゃったっていうこんなになっちゃったっていう、ね、企画のタイトルも最初はね違う、共感魔術じゃなくて、そう記憶って書いてあって記憶から始まる歌詞だったので記憶って書いてあったんだけど、最終的に共感魔術になったという曲です。はい、最後の曲なんかあっという間に終わってしまうね。さっき植竹さんが配信の何たるかを、何たるチア配信の何たるチアをって言って一生懸命見ていたけれども何も生かされてない証でも1年ぶりぐらいがいいペースって言ってたけど、はいはい、そうかもしれない。ありがとうございます。もし機会があったらまた来たいです、はい、そんな気持ちを込めて、はい、はい、記憶の中の赤い
どうぞよろしくお願いします。平野博彦と申します。さいたま市からやってまいりました。ピアノサポートで秋山美代子、高校の同級生になりますが、この2人で今日はお送りしたいと思います。今日は全部オリジナルなんですけれども、1曲目、悲しみの現実 Lonely Reality という曲を、やりたいと思います。最後の言葉が心の奥で振り返されて止まらない。一人きりになって初めて胸の中で響いてる。いつまでも君といられると思っていたシナリオがどこかで壊れていたことに僕だけが気づいてなかった。 Lonely Reality、 隣にいるはずの君は幻。一人きりの部屋の中で押し寄せてくる現実、これで終わりさ、幕を下ろし、悲しきピエロの化粧を落とすよ。が消えてゆく一人だけの夜の寂しさ、切なくて悲しくて、 Lonely Reality、 戻ることはできないあの日には、一人きりの部屋の中で押し寄せてくる現実、これで終わりさ、幕を下ろし、悲しきピエロの化粧を落とすよ。一人きりの部屋の中で押し寄せてくる現実、自分
どうもありがとうございます。悲しみの現実ロンリーリアリティという、曲でしたけれども、音楽仲間で、ね、ラムジーさんっていうオリジナルをすごいお持ちの方が、いらっしゃいまして、1000曲ぐらい書いてる方なんですけども、その方からちょっとこの歌詞に曲つけてみないと言ってですね、送りつけ商法をいただきましてですね悔しいんですぐ作ってですね、これでどうですかっていうことで、まあライブではやるようになって、あ、平野君って結構曲作るのかなと思われたみたいで、その後バンバン詞が送られてきてですねまあ2曲目は作ったんですけど、今3曲目は悪戦苦闘中なんですけど、ちょっと、1曲目で最近はやらせていただいております。今ですね、とは言いながらやっぱり今日イーストコート初ということで上竹さんからお声掛けいただきまして、もともと音楽仲間がこちらにご出演、カーキーとかね、カーキーさんとか、あと青木先生とか、真田健とかですね、イーストコートに出てるのを見て、まあ、いろんな、まあ、ここカメラがこう並んでる、複数で撮っていただけたりするのも見たことはあるなということで、正直ちょっと初めてなのでやっぱり緊張するなというところです。真田健にですね、イーストコートどんな感じって言ったらですね、カメラがいっぱい並んでるんですけど、それを意識するとコード間違えたり歌詞間違えたりしますよと言われてですね、まさに今間違えましてですね、オリジナルなんで誰も気がつかないんですけれども、1番と2番の歌詞を逆に今歌ってしまいましてですねそう相方も気がついてね、自分だけが気がついている状態なんですけども、2曲目からちょっと落ち着いて、やりたいと思いますが、2曲目はコロナ禍の時に、ちょっと作った曲なんですけれども、クロスワードパズルという曲なんですが、クロスワードパズルっていうのは皆さんもお分かりかと思うんですけども、新聞とか、まあ、雑誌とかにですね、こうマス目のこうなんていうんですかね、こう四角い、マス目の中に縦の鍵横の鍵っていうのがあって、いろんなクイズにまあ回答して文字を埋めていくと新たな答えの文字が出てくると、まあ、この辺をまあちょっとコロナ禍とどう結びつけるんだっていう話なんですけども、コロナ禍の時って密になるなと言われてですね、なかなか人と人とのコミュニケーションが、言葉のコミュニケーションが少なくなったと思うんですけども、それによってなかなかこう人とのその関係が難しくなったっていうふうに僕は思ってるんですけれども、まあクロスワードパズルっていうのはそのいろんな、まあ外側の方から縦の鍵横の鍵を回答しながら答えを導き出すと、まあたかも、コロナ禍の時の、まあ、コミュニケーションのやり方がこんな感じだったかなということで、まあやっぱり人と人はコミュニケーションを取りましょうというような、まあそんなに崇高な話ではないんですけども、この辺をちょっと考えて、作った曲になります。クロスワードパズル。ワン、ツー、スリー、フォー。街角に立ち止まり、季節の匂いを感じる。いつからだろう、忙しさに身を任せ、ここに暮らしてた。傷つくことが怖いから、今日を何気なく生きる。もしも明日が見えなくなったら、前に歩けない。そして笑うことさえできない。人生で
パズル一つの言葉じゃ伝わらない、僕の言いたいこと縦横のマスに言葉を埋めて少しずつ前に歩こう、答えを見つけるために続いてきた感はあるんですけれども、次の曲はあの久しぶりにやる曲で、まあ駅舎ここまではあの車で来たんですけれども、まあ秋山さんとこの曲がちょっと課題かななんて話をしてきたんですけれども、3曲目が「黄昏のさよなら」という曲でですね、まあ皆さんも少なからず若い頃はまあ恋愛もいくつか重ねてこられたと思うんですけど、僕はあのぶっちゃけた話としては振られた回数としては比較的多いかなということでですね、ただあの植竹さんも多分そうだと思うんですけど、振られたらあの曲って作りやすいじゃないですか。まあそのリアルな話としてですね、あのやっぱ失恋の痛手をこう埋めるためにはあのフォークシンガーっていうのはオリジナル曲を作るんですけど、まあ、そうやって一つの失恋で二つ三つ曲ができまして、そのうちの一曲なんですけども、黄昏のさよならという、まあ、これも結局振られた歌なんですけども、女なんて何人もいるから大丈夫だ、次の恋愛に向かおうと思いつつもちょっと心が痛いと、そんなような曲です、黄昏のさよなら。1,2,3,4 激しい愛を語るには似合った言葉が見つけられない、
傷つけ合った日々の中、君の背中が見てる。ガラス細工のような恋をいつか知らないうちに消えてゆくもの。
ありがとうございます。黄昏のさよならでした。はい、こうやっていろんな恋愛を克服してですね、あの私もこれまでやってまいりました。はい、続きましての曲に行きたいと思います。これ去年作った曲なんですけれども、あのここにいるよっていう曲なんですけれども、あのまあ僕はあのオリジナル曲もまあ何十曲かはあるんですけれども、あの2人でこうやるオリジナルっていうのは、まあ、一軍の曲なんですね。あの打作も含めてたくさん曲はあるんですけれども、それをあの、まあ、YouTube に載せたりして、まあ、それをちょっとピアノの秋山さんに相談してですね、まあ、編曲してもらって、まあ、ライブでやるっていうのが、まあ、一軍曲なんですけども、あの二軍曲っていうのも結構ありましてですね、あのそれはあの一人でライブに出たりするときはあの残念ながらピアノアレンジ、してもらう価値もないような曲が何曲もありましてですね、今日はちょっと一軍曲で、これはあの自分で作って、これは耳にかなうかなと思いまして、まあ、ちょっと気に入っていただきまして、まあ、感想であるとかそういったところを秋山さんの方に、まあ、アレンジしていただきまして、まあ、去年からライブで やっております。で歌詞がちょっと秋の歌詞が出てくるので、ようやく9月でまた今年もこの曲をやっていく時期になりましたので、ここにいるよという曲を、やりたいと思います。ここにいるよ。ここにいるよ、そばにいるよ、それが言葉よりも大事なこと。雨上がりの街、二人で歩く、歩道には飽きる気配がたくさん。の季節過ごした思い出、僕らには大切なもの。悲しいことで明日が見えなくなって、涙に暮れる日々がこんなに
ここにいるよ、そばにいるよ、君に会えて本当に良かった。ありがとうございます。ここにいるよという曲でした。もう一曲続けて、涙という曲です。あの頃の日記の手紙の文字が滲んで見えるのは気のせいかな。誤解したまま日々を過ごし、そして僕らは別れた。時が戻せるものならと一体何度思ったことだろう。君に言わなきゃいけない大概、まあ、ライブは、まあ、15分のオープンマイクとか30分のライブなんかが多いんですけれども、またあのどこかで、ぜひ
ご一緒させていただければなと思います。明日はちょっと上尾の方でライブがございまして、明日はちょっと元プロの方々のちょっと前座みたいな形でですね、伊勢正蔵さん、僕は好きなんですけど、伊勢正蔵さんの曲を6曲ぐらいオールカバーでやったりしますが、そういった意味でですね、まあ、オリジナルとカバーと、まあ、普段はちょっと、織り交ぜてやるんですけど、今日はちょっとイーストコットさんということで、ぜひオリジナルでやりたいと秋山さんの方に言いまして、まあ、ちょっと6曲、まあ、皆さん知らない曲ばっかりでちょっと退屈だったかもしれないですが、どうも本当にありがとうございました。またどこかで、お会いできればと思います。平野博彦 with 秋山美穂子でございました。ありがとうございます。最後の曲は Let's be free 自由になろうという曲です。すれ違う車たちも僕らとは気づかない、自由になろう Let's be free に変わるよ。ミルキーウェイを駆け抜けて、この狭い街を飛び出そう。空はそのうち暁に変わるよ。君の心のドアを開けて、このオンボロが止まるまで、そう決めた夜、星の綺麗な夜、すれ違う車たちも僕らとは気づかない、自由になろう Let me free tonight、hey. 雨はそのうち空に変わるよ。凍える胸に灯した炎を消さないようにそのままね、走り続けて二人だけの国へ、すれ違う車たちも僕らとは聞こえない、自由になろう Let's be free tonight、 すれ違う車たちも僕らとは気づかない、自由になろう Let's be free to Let's be free to Let's be free toありがとうございます。平野博彦でした。
こんにちは、こんばんは、サードギターでございます。で昔の掲示板ってこんにちは、こんばんはみたいなことをいつ相手が読むか分かんないからこう書いたりとかしてましたけれども、まあ、今回は夜配信されるということですので、まあ、私はあのサードギターとここで1年前にもお邪魔して本当に上竹さんありがとうございます。お誘いいただいてですね、まあ、本当この、空間というかモダンですよね、もう何年ぐらいですか、20年ぐらい前からお邪魔したりしてるわけですけども、まあ、全然そのモダンさは変わらないというこういう素晴らしいところにお招きいただいて、私あのカバー曲、だけですので、まあ、なんでこんなことやってるかというと、まあ、あそういう曲あったよねとかですね、あとはそのああなるほどそういう曲があるんだ聴いてみたいなとかそういう気持ちになっていただけると、まあ、幸いです。では1曲目、ハニーバスという、イギリスの多分1960年代後半のグループの、I can't let Maggie go という曲をちょっとやってみたいと思います。ありがとうございました。I can't let Maggie go という曲でございます。まあ、本当にオリジナルの素晴らしい上竹さんと平野さんですかね、オリジナルを聴かせていただいたりとか、あとはまあ明石さんの、平沢進の、ね、カバーとかザボタックのカバーとかでちょっとなかなか聴く機会もなくて、あの僕はあのプログレッシブロックとかもちょっとやってたりするんですけど、まあ、そっちのにつながったりとかですね、まあ、テクノとかそういうのにつながる、まあ、そういったアーティストの曲をこう聴けるこういう空間というのもなかなかないんじゃないかなと思います。で私の方はですね、次は、まあ夏といえばですね、まあエルヴィスですね、まあなぜ夏くわというかというとエルヴィス亡くなったのが夏ですよね、あれ今回あのエルヴィスのファンの方もいらっしゃってますね、遠路はるばる、ちょっとこんなでいいかどうかは分かんないですけど、ちょっとやってみますね。放題がですね、本命お前だな、そうですね、スタックオンユーという曲ですね。
You can shake up your friend, apple tree. Shake, shake, sugar will you shake me, ah-ha-ha. No, sorry, you are. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my finger through your long black hair. Squeeze your tongue down the glittery bay, ah-ha-ha. Yes, sorry. Because stuck on me. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Once I catch you out of kissing style, a cheap white horse, it could have taken out of power. Try to take a tiger from this daddy side. That's how love is gonna keep us tied. サザンオールスターズの曲をちょっと曲やりたいと思いますね。君がサザンをやるのかとなんかいうふうにこう言われてしまいそうなんですけど、私まあ勝手にしのバットすごいなと思って、まあ、高校生の頃ですね、初めて聞いてそれはすぐ買ったんですね。でも実は大変失礼なことに、もしかしたら一発屋さんかなとかですねちょっと思ってたんですね。ところがですね、そのシングル版の B 面の曲が、当たって砕けろという曲だったんですけど、それを聞いてこれは本物だなと、このグループはすごいというふうに思いました。まあその曲をちょっと試しじゃないですね、ここでやるわけですからね、やってみたいと思います。
ました。ですね、この曲、まあ、サザンオールスターってすごくあの洋楽のね、まあ、好きなリーダーさんが作ってらっしゃるバンドですから、今の曲もですね、アレンジがサー・デュークなんですよね、スティービー・ワンダーの。で、曲はですね、これは僕は勝手にそう思ってるんですけど、出だしだけは、ザ・バンドというグループありますけど、ザ・バンドのあのオフェイリアという曲ですね。まあ、そこをちょっとですね、影響を受けてるのかなと、まあ、それが嬉しい、いちいち嬉しい、あの僕もあのザ・バンド好きなんで嬉しい、であのスティービー・ワンダーも好きなんで嬉しいということでございます。それでですね、じゃ次の曲はですね、これもうそのままそのままやるという感じですけど、これはあの途中で口笛があるんですけど、私あの口笛今日朝吹いたらですね、かすれちゃってかすれちゃってしょうがないですね。これあのぜひこの曲を知ってる口笛、あこの曲の口笛を知ってる人が今日この中にいるので、ぜひ吹いていただきたいなと思ってますよ。思ってますよ、うん、思ってますよ。いきますよ。僕とフリオと皇帝でというですね、ポール・サイモンの曲ですね。ポール・サイモンのファーストじゃないんですね、サイモンとガーファンクルを解散した後の1枚目のアルバムで、まあ、本当ブラジルのパーカッションが入ってるですね、初めてこれでクイカという楽器を覚えたというかですね、その前もゴンタ君とかがウイウイ言ってたんですけど、これで多分初めて知ったんだと思います。When the papa found her, he began to shout, started to get the cash. It's against the law, it's against the law. What the mama saw, it was against the law. Ooh, mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh yeah, forget that boy, I'm gonna stick it to the hospitalI don't know where I'm going, and on my way now. I'm taking my time, but I don't know when. Goodbye, Rosie, the queen of the drama. See you in a fruity down by the studio. See you in a fruity down by the studio. I could you be the same?口笛が聞こえてきましたね。上竹さん、これよくご存知だったということですかね。いや、ちょっととは言えない、見事なあのホイッスルぶりだったなと思って、ね、やってくれました、やってくれました、聞こえてました、あ、聞こえてました、よかったです。どう、時間はどうでしたっけ、まだ大丈夫ですか。そうですね、次があと2秒ぐらいですかね。そうするとね、すみませんね、何かと、先ほどですね、上竹さんがあの楽器屋さんにギターを持ってたら、まあ弾き方が悪いじゃないかと、まあ、言われたという話を聞きました。
私もそういう傾向っていう上竹さんはそうじゃないんですけど、私はまあちょっとそういうところもあるかなと自分でも、自覚してるところがあって、ガチャ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 まあ弾いてはですね切らなくていいところで弦を切ったりしておりますが、次の曲もちょっとガチャガチャ系になっちゃうかもしれないんで、まあ皆さんの適当に耳を塞いだりしながら聴いていただければと思います。ちょっと喉を湿らさせていただきます。スティービー・ワンダーの、まあ、名作たくさんありますけど、トーキングブックかな、に入ってるんですかね、チューズデー・ハートブレイクという曲をちょっとやってみましょう。
機会を設けていただけると ありがたいなと心から思ってますよ。ちゃんとまた本当は思ってないでしょうとかって絶対言うかなと思ってね、じゃあ最後でですね、これはまあスタンダードですかね。ちょっと指でやろうかピックでやろうかどうしようかっていうのを今までというかですねずっと悩んでるんですけど、もうピックでガチャガチャっとやってしまおうかなと思います。The Things We Did Last Summer という曲で、夏の失恋をですね冬の間こううじうじ僕は考えるだろうという曲ですね。ちょっとこれをやってみたいと思います。あれちょっと待ってすいません、もうチューニングさっきしたつもりだったんですけどね全然違ってる。では、アンコールをいただきましたので、もうあと1曲やらせてもらいましょう。じゃあ、我らが兄貴植竹さんです。先ほども植竹さんと一緒にやらせていただきましたが、まあ、ジェフリー・フォスケットというですね、ギタリスト、ボーカリストの
その由来を上竹さんがおっしゃってたのは、そのブライアン・ウィルソンのライブが良かったというふうにおっしゃってましたね。あの僕はあのそれで上竹さん、僕もブライアン・ウィルソンとかビーチボーイズ大好きなんで、上竹さんが、まあ、貸してくれたんですね、ブライアン・ウィルソンのライブですね、2枚組 CD で借りた時に確か、池袋の清流というですね、まあ、安い居酒屋で、飲んだんですよね。ですっかりその CD を忘れましてですね、店に。で後で取りに行ったんですけど、うん、ここで初めて言いますありました、ちゃんと。ちょっとあの、まあ、お酒臭くして返してしまったかなというのがありますが、お気づきに ならなかったですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まああの上竹さんと、まあ、お知り合いになって何年ぐらいですかね。20年30年。20年近いですよね、多分ね。そうですよね。恐ろしい。恐ろしい。もうこの赤ちゃんが成人になっているというですね。そんな月日を、日々重ねてお付き合いさせていただいておりますが、今日も本当にありがとうございます。まあ、次の曲もですね、上竹さんが、主催してらっしゃった、ライブですねにお邪魔した時、上竹さんが確か音響の担当をやってらっしゃって、で CD をかけててですね、それがあのジョン・ホールという方の CD だったんですね、オーリアンズというグループにのリーダーだったんですけど、そのジョン・ホールさんですね、その CD をかけてて、おいいじゃないですかっていう話をしたことは覚えてないですよね。そんなこと言いましたっけ覚えてないですね。じゃあ、 あのその、オーリアンズというグループが、まあ、ヒットさせた曲ですね、まあ本当に単純なあれですね、ラブソングなんでしょうね、これはね。Still the One という曲をちょっとやって最後終わりにしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。After all these years, you're still the one I won't whisper in my ear. You're still the one I won't talk in there. Still the one that's in my head. We're still having fun. You're still the one.
がとうございました。ゆとくさんでした。